カナナラカナナラは、オーストラリア、西オーストラリア州の北東部に位置する、キンバリー地域の、シャーオブ・ウィンダムイコールイースト・キンバリーに属する町で、ある。カナナラという地名は、この地のアボリジニの部族が使う言葉で、大きい川を意味する、グナヌランの天下である。カナナラの地形州とパースから北東に、直線距離で約2 3 0 0トル、道のりでは、 約3 2 0 0トルになる。西オーストラリア州とノーザンテリトリーとの宗教からは、わずか4 0トル足らず、オード川とダナム川の合流点にあり、オーストラリア最大の人造湖であるアーガイル湖は7 2トル南に位置する。語源からも伺えるように、カナナラ周辺の景観は水に関わるものが多い。バレンタインスプリングやブラックロッククリーク、ミドルスプリングなど、 たくさんの滝や泉が代表的であり、アイワンホークロッシング、ディバージョンダム、オード川などのフィッシングスポットに恵まれている。これらの場所では、大型の淡水魚バラマンディも多く生息しつりの対象として人気を集めている。他のオーストラリア北部地域と同様、気候区分ではステップ気候に含まれる。雨季と寒季がはっきりしており、 1>, 1月から3月までの3ヶ月間の平均降水量は551.5ミ、mm、リメートルであり、対して7月から9月までの3ヶ月間の平均降水量は5.2ミ、mm、リメートルに過ぎない。町の内外でバオバブの巨木が多く見られる。人口は約3700人で、その約4分の1がアボリジニである。カナナラは比較的歴史の浅い町であり、 オードガー管外計画が1950年代に着手されて以降にできた町である。地方自治地方行政上は約8 0トル北西の港町、ウィンダムなどとともに、シャーオブ・ウィンダムイコールイースト・キンバリーという地方自治体を形成する。農業管外による豊富な水供給を生かした農業が活発でメロンやマンゴーの栽培が盛んである。以前は、 佐藤キビが主要産品であった。観光業観光業も重要であり、オード川やアーガイルこのほか、アーガイルダイヤモンド鉱山やパーヌルル国立公園、バングルバングルなどの観光地を有している。近年は映画などのロケ地としても知られており、特に映画、オーストラリアはロケ地を巡るツアーなどが再行されている。カナナラ空港空港バージン、オーストラリアリージョナル航空とエアロースの2社が、 カナナラ空港から定期便を持っており、両社ともブルーム行きとダーウィン行きを運行している。いずれも所要時間は約1時間。ダーウィンブルーム間を走るグレーハウンドオーストラリアの長距離バスがカナナラを経由する。ダーウィンまで約11時間、ブルームまで約13時間。なおブルームにてパース行きに接続しており、ブルームからパースまでは約34時間。 ありがとうございます。